はい、皆さんこんにちは、モックスです。今日はですね、東京駅までスシロー。なんで今日スシローに来たかというとスシローがすごいデジタル化してるんですよ。皆さんそれをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ぜひ今日はね、知ってました？スシロー知らない。スシローは知ってるけど、デジタル化されてるかっていうのは知らなかった。そう、お寿司屋さんの中でそのスシローの社長が言ってたんですけど、回転寿司って飲食店の一番効率を求めた形だから、うん、一番デジタル化が必要だろうって言って、うん、デジタル化が早い、今でいう DX です、はい、DX なので、まあ、ちょっとそのね、どんな風に飲食店がデジタル化されてるかっていうのをご紹介していきたいと思います。はい、思います。じゃあガリはね、ちょっとそれにいろいろ驚いてもらおう。驚いてもらおう、行ってみましょう。今からガリが対応局で受付したいと思います。いらっしゃいませ。あ、呼び出し番号がそうですね、画面にも約5分待ち。はい、スシローは基本的に受付はこのチェックイン機能というかありますので、ね、スマホでチェックインするか、この実際に店舗に来て受付するかのどっちかで受け付けます。いらっしゃいませ。番号が呼ばれたら入れると。お問い合わせしました、ご案内の品番号、チケット番号182のお客様、 QR リーダーチケット番号182のお客様、QR に来たね、そう、QR にかざします。2番のプリンターの案内札をお取りになり、印字された番号の座席にお進みください。じゃあ12番行きましょう。12番です。ちゃんとご案内番号出てますね。はい、うまい。いや、今ここに回転寿司初。いや、初じゃない、多分回転寿司バージョン。あんまりあれ、回転寿司慣れをしてないけど、そう、今これを見て思ったもん。あ、なんか違う形してる記憶と。それ上でしょ、上、はい、私の記憶ってなんかこんなようなやつだった。で、これお茶ポチえ、あ、お湯なのこれ。お湯しか出ないし、お茶出てきたらこの手、あ、すごい。もうここはデジタル関係ないですからね。何これ、どのぐらいでいいのかわかんない。あの、一杯で、あの、一応そのスシローはデジタル化が進んでるので、そのおかげで逆にほぼ無人化されたらしいんですよね。全部があのオートメーションでセルフだったりするから、なのでその店員さんあんま来ないですよね。また聞いてないがり。え、あの無人化されていて店員さんがあまり来ないんですか。そう、来ないです、うん、だからコロナ時代の非接触っていうのになっていて、安全性も向上したというかね、安心に提供されたものっていうのがスシローのポイントです。これ、あの注文しないと人が来ないんで、あとご飯を注文するのがいいと思います。基本注文はこの iPad になります。好きなもの流れてくるけど、これで注文するのは、まあ、デフォルトです。あ、なんかこれいいじゃないですか。いいよ、なんか頼んで。私これ、はい、え、行っちゃっていいの。え、どんどん頼んで、はい、注文する。これも行っちゃおうかな。え、行っちゃう。もう1年も頼んでもらっていいですか。いいよ。すごい自分だけ。何食べたいですか。めっちゃ自分だけじゃないですか。もう、はい、聞いてくださいよ。え、ごめんね。とかもりとかに改めて何食べますか。じゃあ、あ、私ね、エビ。エビ、エビ握りですかね。ああ、この UI も分かりやすいですね。あ、ボタンエビにする。ボタン、あ、これね、はい。あとね、あ、そこカート式になってるんで、はあ、4個まで入れられるんですよ。いきます。いっちゃってください。はい、マグロいって、普通の、はい、あとサーモン、大トロ、あ、いいね、大トロキングサーモンにする。私もそれがいいです。2個してこっち、はい、こっちでいい。いや、一旦注文。OK、 じゃあちょっと待ちましょう。ちょっと私これ記事でね見たんだけど、ここのスシローの寿司マシンっていう、寿司を握るマシンも、まあ、ロボットみたいな、はい、
で、1時間に何個車輪握れると思います？そう、1時間に何個だと思う？1時間に？1時間に。あ、来た来た。登録した際にはお買いください。これ、ボタン円じゃないですか。早くないですか？すごい。こんな感じです。では、召し上がっていただきます。ありがとうございます。登録した際にはお買いください。誰？誰？私です。マグロいただきます。どうぞどうぞ。そう、1時間に何個だと思う？マジで。ダダダダダ、1万個。何個だな？1000個。1万は多すぎて。すいませんでした。1万は多すぎる。あの、5000個ぐらい。あ、すごくない？5000だよ。寿司ロボット、半端じゃない。お待たせしました。あれ？あ、はい。はい。はい。ありがとうございます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 。今だけ復活。白身魚のフライ、チーズフォンデュ系。今頼むんですか？デザートを食べました。じゃあお会計です。行ってみましょう。これがお会計。はい。終わり？これで。そうですね、今呼んでいただいたんで OK です。お会計は皆様ご一緒にされますか？はい、かしこまりました。合計が6204円の会計です。はい、はい、ありがとうございます。こちら自動生産機になりますので、はいはい、携帯で右側左手に。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。あ、そうか。装いがそうなんですね。はい、どうでした？いや、すごい、あれだね。わかりました？ RFID。 はい、IC チップが入ってます。お皿に在庫管理のアプリ前作ってたからね。はい、前はおじさんがサンサンみたいな、なんかアナログでめっちゃやってたのをシューッって終わるんですよ。そうですね、はい、そうそう、 RFID フィーダーはね、すごいよね。これお皿に入ってんだ。いたいたいた。そう、ここの後ろに黒いのが、はい、でさっきのリーダーで読むと一気にね、数が分かるっていう。いや、すごい、はい、最後の最後まで近代的でやってた。そうなんです。本来はあのこれで注文した数だけなんですけど、はい、回ってるんで、そのレーンから取るケースもあるんで、カウントが必要なんです。なるほどね。はい、だからスシローさんはこの取って食べるっていう楽しみもやるためにわざわざこれをカウントする。なるほど。はい、すごいと思います。はいらしいですよ。こんな食ったんかってなってる。今お腹いっぱいです。食べました。で、会計はですね、多分電子決済も可能だと思います。これそう、バーコードをピッとやるってところ。ちゃうちゃうや。あ、ここね。刺すかと思った。お待たせしました。頑張りたらないます。スイカあった？ないね。ないんだ。じゃあクレジットカードで。ごちそうさまです。はい、美味しかったです。おー、投げなずいぞ。はい、というわけでお寿司スシローに来ていました。いかがだったでしょうか？いや、普通にお寿司がね、久しぶりだから単純に美味しくてね、それで喜んじゃったけど、テクノロジーに触れたよ。でもすごく無人のね、RFID のね、合理化されたね、決済システム、すごい勉強ですね。あのぜひね、あの飲食店さんなんかはこう自動化っていうのをしていくと、人件費とか、まあ、いろんなことがスムーズになるし、まあ、その非接触、人とこう接触しないっていうのも、あのこれからはコロナがあったので必要になってくるかもしれないので、ぜひご参考にしてください。はい、というわけで、もしもどうだったでしょうか。また来週も見てくださいね。バイバーイ。